クフルの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。遅くなってしまってすいません。1月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます。今日はダイソーの切り株コースターを使ってこのようなメッセージカードを作ります。すごく質感が良くて気に入っています。こちら4種類ご紹介していきます。準備するものはこちら、ダイソーの食器とかのコーナーに置いてある切り株コースターと言われるコースターです。今回はこれをメッセージカードにしていきます。4種類やろうと思うので4つ買いました。1つずつ大きさや柄が違うのでお好みのものを選んでください。袋から出すとこのようになっています。表面は結構サラサラしていますね。横はこんな感じです。こちらで4種類のメッセージカードを作っていきます。1つ目に使うのはこちら、セリアのエンボスステッカーです。以前にお誕生日ボックスで使ったことのあるシールと同じものです。ちょっと表面がぷっくりしている可愛いフォントのシールです。これにメッセージを貼っていきます。今回はお誕生日プレゼントなのでハッピーバースデーと貼りましたが、お好みのメッセージでいいと思います。こんな風に貼っていくと1個目の完成です。続いて2つ目に使うのはセリアの転写シールです。今回は白黒のものを使います。本当は使う文字を1個ずつカットしてから転写しないといけないのですが、ちょっと文字数が多かったので今回は横着してシートごと切り株の上に乗せて必要な文字だけこすっていきます。はい、1文字目がつきました。なんとか大丈夫そうです、1文字ずつで。はい、これで他の文字もやっていきます。こちらも先ほどと同じくハッピーバースデーと転写していきます。お時間のある方はバランスを取るためにも文字を一文字ずつカットしてやった方がいいなとは思います。はい、これで2つ目転写シールのメッセージカードの完成です。かなり質感はマットな感じですごく可愛いものができたんじゃないかなと思います。文字もはっきり目立って個人的にかなりこれおすすめです。続いて3つ目はダイソーのクラフトステンシルシートを使います。同じくダイソーのステンシル用スポンジ、あとインクを用意します。最初ゴールドでやろうと思ってたんですけど発色があまり良くなかったので黒でやり直したいと思います。ステンシルシートを敷いてその上からスタンプインクをつけたステンシルスポンジをこうトン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 と叩いていきます。先ほどのシールなどと比べて文字のサイズが大きいのでバースデーを2行にして全部で3行にしていきます。はい、こちらで3つ目が完成です。今回は黒のインクを使いましたが茶色のインクなんかでも焼き印っぽくて可愛いんじゃないかなと思います。最後はこちらのマッキーを使って直接書いていきたいと思います。一応どんな感じがいいか練習してからにしたいと思います。同じようなサイズのメモに練習するといいかなと思います。私の性格的には下書きはあまり意味がないのですが、いろいろ書いてみました。下書きを元に書いていきます。結構さらっと多分サクッと書かないとにじんじゃうと思うのでサクッと書きます。あ、なんか引っかかりがありましたけど気にせずに書いていきます。なんかちょっと下のスペース余っちゃったので顔も書きました。これで4つ目マッキーを使って直に書くメッセージカードが完成です。多少にじみますがそれも味になっていいかなと思います。これで簡単可愛くすぐできる切り株コースターを使ったメッセージカード4種類の完成です。わー、みんなで作ってみて、できたの脳みそシワシワを味わおう。いかがだったでしょうか。ちなみに木つながりでいつも机に置いてあるものをご紹介します。こちらマラカスです。ものづくりの合間にシャンシャン鳴らして遊んでいます。カードだけでももちろん可愛いですが、こういうプレゼントに添えても可愛いと思います。今回はお誕生日のメッセージカードだったので全てハッピーバースデーと書きましたが、いろいろ用途に合わせてアレンジしてみてください。男性向けにもいいかなと思います。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このような DIY 動画をどんどん出してますのでチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。